先ほどからお話を伺っていると、やっぱり本質が見失われている状況に対する前田さんなりの苛立ちというか、そうです、はい、みたいなものがご本の中に貫かれているんじゃないかという気がいたします。で、これ大変僭越な質問なんですけども、そのこれまで伺ってきたお考え、あるいはご本の中で開陳されているお考えに前田さんが至られた過程の中で、ご自身のアイデンティティですね、そのご出自の問題というのが影響しているところでしょうか、はいはいはい、そこはいかがでしょうか。自分はあんまりその在日とかって考えたこと思ったことないんですよね、正直言うとね。ただですね、まあカミングアウトした後にする前後ぐらいですかね、あの頃に、うちの家系で言うとですね、母方の、はい、まあ、一番年上のおじさんっていうか、ね、はい、亡くなってですね、でその時にもう年寄りいっぱい集まったんですね、その葬式にね、はいはい、でその時に改めてなんか、お前のおじさんこういう人だったんだよっていうことをいろいろ話を聞いて、はい、驚くことはいっぱいあったんですよね、うん、何も知らなかったのって、はい、でそれまではお前のおじいさんは韓国にいる時はもう兵隊だったんだよ、うん、李朝の兵隊だったんだよっていうのを聞くぐらいで、はい、なんていうんですか、こういうと刀傷だったりとかね、でこう鉄砲で撃たれてこうガボッと引っ込んだら傷があったりとかして、はい、まあすごい頑固で、うん、なんていうんですかね、本当は日本語を喋れたのに全然日本語を喋ろうとしなかったですし、で俺はその母方のじいさんと随一の会話っていうのは、まあ、ある日なんか母方のそのおじいさんのいる、まあ、長男の家に行った時になんか、おじいさんのところになんかお茶かなんか持ってけって言われて持って行った時に、ぼそっと「あきらは今年何歳になったんだ」っていうことを日本語で言われて、はい、でその時自分はおじいさんは日本語を知らない人だったと思ったんで、すごい驚いた記憶があるんですよね。でそれがその葬式の時にですね、もういろんな話を聞いて、はい、なんかまあいろいろ聞いてくると、まあ、李朝の多分宮廷武官みたいな家系で、はい、で民兵暗殺とかそういうのに関わって、はい、で責任を取らされて、で矢に下ってで抗日ゲリラみたいなことしたんだけど、はい、山にこもってそうやってやってんだけど、こう食料調達とか言って、で最初の頃はなんかもう頑張ってください頑張ってくださいって言ってこうやっていろいろ出たもんが、だんだんそれも億劫になってきて、はい、だそうは、でそのうちなんか強盗扱いみたいにされて、それですごいなんかもう情けない気持ちになって、もうそれだったらもうなんかもうこの山に下ってるよりも、もう日本に行って民兵暗殺に関わった日本の右翼を、うちに行ったらいいじゃないかっつって、で山降りて自分で来たんですよね、こっちにね、うん、はい、でもっと面白いことあったら、多分日韓国交回復した頃に、はい、その葬式で亡くなったその おじさんがですね、はい、まあ姫路でも多分一番二番争うような大きな、なんか製鉄原料とかスクラップとか扱ってる会社なんですね、はい、今もありますけど、はい、でそのおじさんが韓国に鉄を買いに行ったんだか売りに行ったんだか分からないと、それを言ったんですよね、はい、でそれ行く時におじいさんが、はい、お前韓国の俺の知り合いに手紙出しておいてから、はい、会ってきなさいとかっていう話だって、でおじさんはどんな人が来るんかなと思って思ったら、はい、当時なんかヒュンダイと、今 LG 自転車って言いますけど、昔は金星って言ったんですよね、はい、ヒュンダイと金星からですね、なんか向かいのベンツがやってきて、でおじさんを取り合いになったらしいですね。でいろいろ聞いたら、はい、ヒュンダイと金星の創業会長っていうのが、はい、うちのおじいさんの部下だったんですよ。でそういうのがあって、うん、でそういう話もね、なんか聞いたんですよ、ね、なんか、ね、聞いて、そうなんかって言って、うん、でその頃は今みたいになんかもうなんかソウルオリンピックのはるか前で、はい、前でまた韓国行っても、まあ、誰も興味も持たない頃ですから、まあ、ああそうなのっていう話で終わったんですけど、はい、まあ、聞いて、まあ、ちょっと驚いたっていうのがありますね、うん、で生前おじいさんも俺が生きててそのまま韓国行ったら今頃韓国の教科書に載ってるはずだとかっていうことを、お酒飲みが自慢話だとかいうことを言ってたとかね、ことを聞いたんですよね。で自分はですね、多感な思春期の頃に戦記をすごい読んだもんでですね、兵隊とか軍人って大好きなんですよね。国を守るために一番危険なことを引き受けるわけじゃないですか、はい、戦争とか戦闘とかいう、はい、まあ、うちのおじいさんの場合もなんか無鉄砲で日本に来て、で結局は何もできなかったんですけど、はい、でそういった意味で言うと なんていうかね、まあ、純粋にね、うん、一番根幹の国を守るために何をなすべきか、はい、
っていうことをやった人の孫なんで、でたまたま、まあまあ春季の頃にそういうなんか第二大戦の戦況をいろいろ読んでいって、はい、なんていうかね、こう自分にとってはそういう戦況の中に生きてる人はそういうすごい美しく見えたんですよね。すごい影響されて、はい、今もまあ戦況を読むとですね、はい、そのさっきの大義の話に つながるようなことを意識してる人もいたんですよね。確かにね、もう戦争に行ったらもう死ぬもんで、男子の命はもうこのごとく軽くて生死を厭わない。で日本にあるなんか葉隠れってあって、あれもよく読み込んでいくと、はい、死ぬことを見つけたりって言っていうのは何かっていうとね、山本連れ友と山本連れ友の師匠にあたる人の本もたまたま古本で見つけて、はい、読んでなんかで分かったことだったんですよ、何かっていうと死ぬっていうことにね、名誉の死も犬死にもないんだと。そう、死ななきゃいけない時は死ぬんだと、それが武士なんだと、でそれは何のためかって言うと、はい、大義を守るためだと、その大義を守るためだったら、まあ、戦国時代の武士のように、はい、まあ、徳川以降はそれは禁じられましたけど、はい、あの下克上られるようなこともあるんだと、はい、っていうことですよね。だから日本人は本当に徳川時代の、はい、なんていうかね、まあ、身分制度は関係なく、まあ 徳川の姿勢だと思うんですけど、その影響がいまだに尾を引いてるんですよね。だからもうお上に任せておけば間違いないだろうっていうのは、まあ、まだあって、はい、で戦後自分の書いた本にも書きましたけど、はい、戦争に行って自分の父親が死んだ、息子が死んだ、はい、兄貴が死んだ、はい、弟が死んだ、子供が死んだ、孫が死んだ、どうやって死んだんだってなった時に、やれインパールだ、やれガダルカナダって、まあ、とんでもない作戦ですよね、はい、なんかインパールなんかも3日分の食料を持ってインド攻めてこいとか、はい、生かされて、でそれに参加している兵士は無謀な作戦って分かってるんですよね、あともうちょっと分かってて、これ行ったら間違いなく生きて帰ってくれないだろう、はい、それでも行った。でなおかつただ行くだけじゃなくて、はい、所詮の何千かは買ってんですよね、インパールでね、はい、でそんなもう食うや食わずの状況でもうなんかもう補給も切れた後なのに食べれない、寝てないでやれ爆撃みたいなのをしながら、ゲリラに攻撃されたりしながら、それでもなんか行ったんですよね、はい、で買って、でもとんでもないことですよね。なんかね、なんていうんですかね、無視っていうことは私がないっていう意味の無視っていうことはよくわかるんですけど、本当はその無視を突き動かすのは大義なんですよね、天皇のためでも何のためでもないんですよ、はい、大義なんですよね、まあ、それが将軍第二大戦でもなんかもう、まあ、酒井さんなんかも言ってましたけど、はい、もう死ぬ瞬間にみんな誰も天皇陛下万歳なんて言ってないって、母親の名前をもう読んだりとかしながら、みんな死んでったんだと思うと、まあ、その殿の酒井さん自体もガラガラで重傷を負った時になんか墜落していく自分の機体の中でなんか母親から、あなたはこんな大したことないことで戦死するのかってこれ怒鳴りつけられて、でそれでハッと目を覚ましたっていうことを言ってましたからね。なんかね、はい、まあ、日本の歴史の中で受け継がれてきた本来の大義みたいなことと、はい、あとは前田さんのそのルーツであるご先祖も守ってこられた大義みたいなことってのが大きく東アジアというところ、そうですね、だからね、はい、何が一番大事なのかっていうことを、はい、まあ、実現するためなのか、まあ、実現できなくても、はい、君はどうするの、あなたはどうするのって言った時に、いやそう思うけど何もやってませんでしたって言うんじゃなくて、とりあえず何かやるっていうことですよね。なんかね、であと自分の場合は、ね、年を取って子供ができてですね、はい、で彼らの人生をやっぱり、まあ、結婚して子供ができてっていうところまで見守ってやれないだろうなっていうことを考えると、はいはい、今の日本のどんどん落ちていく様を見るにつけですね、はい、どうなっていくんかなっていうのはやっぱり心配ですよね、やっぱりね、はい、前さんは軍事についてはずっとお好きで、はい、軍機物もたくさんお見になってらっしゃるんですが、はい、決してその戦争賛美の方向には行かれないっていうのはどういう、いやもう戦争すべきじゃないですね、はい、戦争の惨状、特に今の近代兵器になってくるともうちょっとなんかね、はい、まあ、昔も戦争っていうと悲惨なもんだったんですけど、はい、今の戦争、近代兵器を使った戦争になると、もうちょっと想像つかないですよね、うん、なんていうかね、それに、まあ、国民というか、もうこう自分の家族、子供、兄弟、一族がもう、なんていうか犠牲になったりするのもちょっと考えられないですね、うん、はい、まあ、考えられないんですけど、はい、まあ、とはいうものの、闇雲に何も考えずにですね、無意識的に戦争反対を捉えて、戦争はありませんみたいな、うん、ではないと思うんですよね。はい、やっぱり守るために戦わなきゃいけないと思いますね、はい、それはありますね、うん、だから太平洋戦争の失敗は何かっていうとね、開戦した時に戦争デザインっていうのをなされてなかったですね、どこで停戦するか、どこで終戦するかって、はい、で
日清戦争も日露戦争もちゃんとそこ考えてやったんですよね、はいはい、なんていうかね、うん、でいろんな政治工作、はい、もうそういう手を打ってなんかやってましたし、うん、それを何も考えず闇雲にやってしまったっていうのがね、はい、太平戦争の間違いですね、やっぱりね、うん、まあ、だから日露の時に高橋小力夫とか、はい、金子健太郎とか、はい、明石元次郎が海外でいろんなことをやって、はい、やってましたね、出口を探したようなデザインが、はい、そうそうそう、戦争にはなかった、はい、いや戦争に対するお考え方一つとっても、はい、岡田さん似てる方がここにいらっしゃらないっていうところがすごく、あ、そうですか、うん、やっぱりなんかあの戦争の現実だとか、はい、戦争に参加してる人たちの、心情っていうか何を考えたんだとかっていうことをなんかすごい読む機会がありましたね、自分の場合はね、はい、うん、で実際に戦争にいた人たちとも交流があったりとかして、はい、でまあいろんな話を聞いて、うん、なんていうかね、でも今の日本はちょっとなんかひどいですね、うん、本当になんかね、もうあのどうしようと思ってるのかなみたいなね、はい、おかしな話がいっぱいあるんですよね、うん、矛盾だらけですね、うん、はい、与党も野党もおかしいですね、はい、政治ごっこですね、うん、政治ごっこ、まだその戦後の日本ももっと明治以降に限ってもいいのかもわかんないですけど、はい、あの政治リーダーで評価されてる人っての誰かいらっしゃったりするんでしょうか。まあ、田中角栄と、うん、もう一人あの池田さん、はい、あの所得倍増論、池田彩人さん、はい、池田彩人さん、はい、あの二人はもうあの評価書もいいんじゃないですかね、はい、まあ、まさに保証本というのがあの二人ですよね、はい、あの二人はまあまあ田中角栄さんなんかはもうあの後、はい、経済がうまくいった次は今度国際政治的に、まあ、中国とかいろんなところ勝手にアメリカに無断でやり始めてなんか睨まれましたけど、はい、あそこまで考えてるってことは、うん、やっぱりなんか戦争抑止のための外交なのか、はい、外交っていうのを睨んでやったのか、のゆくゆくは憲法だけじゃなく講和条約も含めてのなんか改正だとか、はい、いろんなことも考えてるんじゃないですかね。まあ、お二人に共通するところというとやっぱり国民を食わすための政治をしていましたということと、まあ、対米交渉にも強かったり大局観があったりということですか、ね、 そ, うですね、はい、それはでも大事ですね、うん、はい、ありがとうございます、はい、まあ、何が大切かということが改めて、はい、書かれているご本ではないかというふうに思います、はい、まあ、今回出された後、はい、今後のお話ですけども、はい、どういった形で言論について分かっていきたいというふうにお考えでしょうか。そうですね、まあ、こういう警鐘を鳴らしていきたいと思うんですね。今の政治の本当におかしなところっていうんですかね、まあ、政治がなされてないっていうところをやっぱり喋っていきたいですね、なんかね、はい、まあ、なかなかちょっと他に比べるもののない発信者としての前田さんの今後の活動にもぜひ注目してもらいたいと思います、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。